こんにちは、シークエンサー伊藤です。ということで今日はですね、僕の、先輩芸人さんでございまして、占い都市伝説何でも精通している我々のリーダー格の先輩芸人さんに来ていただきました、増方一真さんです。よろしくお願いします。占い芸人増方一真です。はい、お願いします。もう僕はね、この日を待ってましたよなんでですか、なんでですか。はやともさん、はい、YouTube、僕も見てますけど、はい、大体登録何名ぐらいなんですか。今36万5千ぐらい。36万5千、はい、僕は2200人ぐらいなんで、今日かけてますそうですね、今日売れようと思ってます。そうだから、はい、本僕出してるんで、これを見た人は買ってください宣伝が多いですって、はい、あと三つ葉なってライブもやってますんで、ぜひ来てください。よろしくお願いします。増方、はい、さんリーダーなんでね。リーダーというか、はい、まあ一応ね、だ今日うちからですから。そうですよ、はい、今日うちから10万人行ってくれればもう銀の盾行きますから。え、もうそんな感じで流動すんじゃそうです、今日でそりゃみんなコラボするわな。行きます、ガンガン行ってください。面白いですよ。ありがとうございます、ね。はい、なんと増方さんですね、いろいろできる方なんですけれども、今は主に占い芸人として活動されてまして、一番すごいのがね、なんと週刊少年ジャンプでロボコの監修したんですよ。そうです。これあんまり皆さん知らないでしょ。僕とロボコっていう漫画の中でロボコ占いっていうのが出てくるんですけど、そのロボコ占いって何って言ったら、増方一真が監修した占いなのよって名前がセリフで出るんですよね。あれ感動しましたよね。これだって僕全くその意味わかんないじゃないですか、はい、集英社ジャンプさんとコラボなんて、うんうんうん。これはだから、実際いろんなご縁があって、そのロボコの編集者の方と一回ご飯行くことになって、うん、その方を占ってあまりに当てたっていうことでいただいたんで。そうなんです。自分で営業を取ってます。本当に地道に横須賀から通って取ってます。営業も一生懸命電車で、はいはい、そんな増方さんの本を出してますんで、ね、皆さん買ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、なんとですね、今回ちょっと先に告知がございまして、はい、我々2人はもちろん、他に吉本芸人から3方、集まりましたコラボの、占いモバイルサイトができましてですね、メンバー言うと増方さんはじめ、僕、そして相方の金城めくるくん、そして霊視芸人、守護霊が見えるヤースーさん、そして天狗の横山みるさん、この5人の占いが全部楽しめるというモバイルサイトができたそうでございます。すごいですね。素晴らしいです。ありがとうございます。もう全部盛りなんで、アベンジャーズ感ありますよね。コラボとかたくさんやってるんですよ。ここの2人でももちろんお互いのでやってますし、あとめくるくんとか横山さんとかと、ヤースーさんのサイトのところでも、ごめんなさい、めくるくんとかヤースーさんとか横山さんのところの YouTube でもコラボ動画見れますので、はい、ぜひぜひその動画見て面白いなと思った人は無料なんで、遊びに行ってみてください。遊びください。よろしくお願いいたします。ということで、今回僕のチャンネルではですね、この占いサイトさんに来たお悩みを答えようと。素晴らしいですね、企画でございます。はい、お悩み相談って、僕は普通にその占いをね、原宿の館とかでやってるんで、そうなんです。僕のところにはお客様として来るんですけど、はやともはさ、やってないわけじゃないですか、はい、やってないですね。来るんですか。来ますね。DM とかで来ちゃう。 DM でも来ますし、コメント欄で来る時もありますけれども。そうか、コメント欄で来るのか。でもちょっと全部答えてるとキリがないんで、主には生配信で答えてますね。あ、なるほど。はい、その時来た質問に答えて、スパチャ優先ですけど、もちろん。でも何も言わなくていいんだよ、はい、お金優先ですけどもちろんね。でもあれですよ、そんなにうちのスパチャガンガン飛ぶ、あれじゃないんで、全然答えれるだけ答えますけど。それはコメントだけでもさ、それは、これはお化けの仕業だなって分かるわけです。大体経験則で分かりますね。すごいね、それ。もう YouTube も4年毎日更新一人でやってるんで。あ、そりゃ分かるか。はい、なんとなく全部お化けだったら何でも聞いてくれるようになってきましたね。なんで今日はちょっと一緒に答えてもらっていいですか。僕はだから霊感ないので、占いの方で、はい、その方の生年月日とかをちょっとホロスコープっていう、西洋占星術のやり方で見て、はい、答えれたら答えようかなと思っております。多分生年月日あるはずなんですけど、もらっていいですか。はい、はい、すいません、いただきます。あ、載ってますね。ニックネームマエストロさん、はい、女性の方でございまして35歳ですね、はい、はい、こんにちは、相談させてください。ご縁が続く人ってずっと続くんでしょうか。永遠に切れることってないですか。
実は彼氏が別れた元カノと今でも会っていることが発覚しました。おお、もともと友達から恋人になったので別れた今は友達に戻ったそうです。やましい気持ちはないと彼は言っているのですが、私自身が別れた人とは二度と会わないタイプなので、そうして関係が続いていくのが理解できません。彼にもう会わないでと言ったんですが、友達同士の集まりでは絶対に会ってしまうし、実家も近いから会おうと思わなくても会ってしまうとのことです。こうして一生縁が続いていく人っているんでしょうか。私は諦めて受け入れるべきでしょうか。かっこ、いっそ縁切り神社に行って勝手に元カノと、彼との縁を切ろうかと考えていますとのことでございます。ですね、一生縁が切れない人っていうのはいないので、が目的です。これもう絶対そう。お前これさ、自分のチャンネルだぞいやいいのか。全然いいです。あの、ね、攻めますね。これはもうはっきり言います。まず男女の友情っていうのは基本的にはそうめったに成り立ちません。まあだってまして元カノだもん。そうですそうです。でどちらのがまだ成り立つかっていうと女性側です。女性が彼のことを友達としか思えないっていうのはまだ成り立つんですよ。これなんでかっていうと、性欲が精神に起因してるからなんですよ。メンタルの部分で好きな人とか、この人ならいいかもっていう人と付き合って性行為をしたりとか、まあワンナイトしたりとかっていうことになるんですけれども、男性は違うんですよ。肉体的、視覚的な効果で性欲が湧くので、男女っていうものの間に友情が生まれることっていうのが極めて少ないんですよ。例えばめちゃくちゃ友達だったとしても、可愛かったら隣でソファーとかに座って映画でも見ようもんだったらチューしたいなとか体触りたいなってなるのが男です。だからこれは元カノと会ってるっていうのは、少なくとも何かワンチャンやましいことできんじゃないかなと思い続けてるから会い続けてるってことだし、そのチャンスを失いたくないから言い訳を作ってるっていうことだと思うので、こういうこと言ってくるやつはあんまりいい男ではないような気がするので。わかりますよ、男らしくてきっと元カノともね有効な関係築けてるぐらいだから口もうまい人なんでしょう。でもまあ結婚とか考えない方がいいんじゃないかなっていうふうに僕自身は思いますけどね。これね、はい、いや今その説得力がね、何がすごいって、このカメラの向こう側の女性のスタッフさんがさ、元から話した時に私どうだったかなって右上に言ったんだよめちゃくちゃ見てましたね今ね、女性のスタッフさん、あの時はどうだったかみたいな。でこれはね、あのスタッフさん、仕事してる人ここまで食い込ませたら大したもん仕事でやってんだろ。やった。しかも僕らの方見ずにこっちの方見ながら、こっちの方は人間が何かを想像する時の角度だ。そうなんです。これすごいですね。しかも絶対元カノでしょ。付き合ってたってことは、まあ付き合ってる間っていうのはそういうことするじゃないですか、うん、ハードル下がってるんですよ。だから絶対ある、男側は。それが OK ならいいけど、そんな女性あんまいないと思うから、それが許せないっていうので、元カノと会わないっていうのも許せないっていうんだったら、これは別れた方がいいんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますけどね。僕はなんていうかね、占いをそういう話をいっぱい聞くんですけど、まあ僕自身、まあ、元カノと全然それこそねワンチャンなしでも僕は会えたりするんですよ。で、はい、めっちゃ似てるんですね、うん、地元の友達の中に今いたりするんで、だどうしても顔合っちゃうとかっていうのがあって、でこの方はそれすらも嫌だってことでしょ。そうですね。その例えばだから元カノとちょっ と遊びに行ってきます、これ許せないっていうのは、まあ、なんか常識の範囲としてまあかなりわかるんですよね、はい、9割ぐらいの方嫌でしょうから。ただ地元で会っちゃうとか、友達同士の集まりでも会っちゃうっていうのまで嫌だっていう方って、それってなんか正しい間違ってる結構ないラインじゃないですか。どっちとも取れるっていうか、だからそれが合わないってことは、僕多くの場面でそれ以外も合わないと思うんですよ。ああ、それは言えるかもしれないですね。なんかだって結構そのさ、好きな音楽一緒の人って好きな映画も一緒だったりとかしません？なんか一個のコンテンツだけあって、あとはバラバラとか、はい、これだけは許せない、うん、あとは全部いいのにっていう人っていないと思うんですよね、うん、大概自分の中で結構いくつか許せないことの一個を踏んでる人って他も踏んでると思うんですよ、はいはいはい、だからこの方は縁があるかないかっていうことっていうよりは、うん、この男性との縁がないんじゃないって僕は思っちゃうんですよ。わかります。だって意見の違いですから、はい、これはもうなんていうか、もう本当にその宗教観とかっていうことになっちゃうわけじゃないですか。そうですね、はい、だから縁があるないっていうことで言うなら、この人とこの男性の方があるないないのかもしれない。
ですよね。だって元カノに会わないでほしいって言われて、いやそれ無理なんだよって言ってるやつろくなもんじゃないですよ絶対。まあそうですね、絶対客観的に見たら絶対よくないですよ。だって一応もし彼女に言われたら分かった合わないって言いません？あ、分かった合わないって言うじゃないですか。そんで裏ではだからそういうことだと思う。でもそういうことですよね。分かります分かります、うん、あのだってさ、はい、結局取り繕うかどうかっていうこともしないってことは、うん、気が使えてないってことですか、ね、そうなんですよ。気遣いができない。そうで、一応ねホロスコープ的な観点で言うと、はい、この方は結構ね衝動的なお羊座の金星っていう星を持ってるんです。この女性の方、この女性が、はい、でこの方の恋愛っていうのは即断即決なんで、合わないって思った瞬間に離れた方がいい恋愛できるタイプなんですよ。うん、要は直感型の恋愛、はい、火の星座の恋愛なんで、うん、なのでだからこの人がピンときてるっていうことは多分その裏側で、この人もしかして他の女となんかイチャイチャしてんじゃないっていう感が割と鋭い方だと思うんで、うん、自分の恋愛観、それがまあ自分の星座の恋愛観ですね、うん、それを信じた方がいい方です。なるほど。でプラスこれ最後に一行書いてある、縁切り神社に行って勝手に彼と元カノの縁を切ろうかとも考えてます。これはその我々よく都市伝説ライブやるんですけど、その観点から言うと絶対やめた方がいいです。やばい、それは絶対そう。これはねマジでやめた方がいいです。縁切り神社は神社というのは基本的には自分を生まれ変わらせる場所なんで、天照大神の子宮に入り自分自身を鏡写しにして生まれ変わって参道を通って生まれ変わるっていうところなんですけど、縁切り縁結び神社は人を変えるものなんで呪いなんですよ。まじないなんです。自分が生まれ変わるんじゃなくて人の意識を変えるってことなんてものすごく良くないことしてるんですよ。いやそうですね、はい。まあ、だから自分の例えば、お酒がやめられないんでお酒を断ち切りたいとかそれはなんかね多分ギリ OK な気がするんですけど、人のことを変えるっていうのはやっちゃいけないですし、僕は結構趣味で縁切り神社に行った人の話を集めてるんですけど、はい、やっぱりね切れるは切れるけどその後にかなりの確率でリターンいかついのもらっちゃってるパターン多いんで、どんなのがあるんですか。いや例えばだから他の動画でも話しましたけど彼と、縁を切りたいって言って、はい、彼が16年もないんで、で縁が切れたけどその1週間後に車にはねられちゃったとかね、ありますよ。例えばだから会社を辞めたい、その上司との距離を取りたいって言ったらその人自体が病気になって会社辞めざるを得なくなっちゃった。神様って結構その融通聞くようで聞かないんで忖度してくれないですよ。あ、離れたいので、ね、はいっつって病気ってなる場合ありますからね。これ自分が上司が嫌いだからといって相対的に見て上司が悪い人とは限んないですもんね。もちろんそうですね。そうそう、私は嫌いっていうだけです。いや、そう、神様の視点からしたらさ、間違ってるこいつじゃねってなるからね、っていうのがあるんで、うわ怖っ。だからこれで勝手に元カノと縁を切ろうとかってなったらさ、そうですよね、怖いですよ。これは自分と彼氏じゃなくて彼氏と元カノってことですもんね。いやそうですよ、よくないな。確かに、だから縁切り神社はやめときましょう。やめときましょう、はい、自分でこいつと付き合い続けるかやっぱ切っちゃうかっていうのを自己判断するのが一番いいんじゃないかなっていう。一生縁が続いていく人がいるかっていうのは本当にわからないけど、この人と一生相入れないってなった瞬間にその人とあなたの縁はないかもしれないっていうことですね。一生続いていく人なんてないです。ないです。ないないない。お前よく結婚したな。ないですよ、絶対ないです。どういう意思でさ永遠の愛を誓ったんだよ。いやそれはまあ好きだから使い誓ってるんです。一生あるでしょ。そのなんか ないですよ。ないないない。そうなの。いやって言っとかないとやっぱ毒親の元に生まれた人とかやっぱすっごい悩みくるんで。 ありますね。そう、でも血縁関係でも捨てろって言いますもん。そんなものはもう全然脱出していいよっていう風に。全然結婚でもそれがやっぱり合わないなってなったら離婚するっていうのは俺全然選択肢としてあると思う。それあります。ちょっともう一個あるんですけどいいですか。いきましょう。はい、ニックネームダンスの鉄人さん、29歳女性の方ですね、はい。今更かと思うかもしれま、知れないのですが1年ほど前に告白してくれてお断りした男性を好きになってしまいました。この人って私のこと好きなんだと意識してしまっていつの間にかずっと考えてしまうようになりました。なるほどね。でも彼は私がお断りした後は気まずいのか少し距離を取るようになってしまいました。しかも私がお断りして半年後に彼女ができたそうです。かっこ今は別れたみたいですが、一回別の女性を挟んでいるので、私のことはもう吹っ切れてしまっているのでしょうか。未練があるかどうか知りたいです。未練がある人ってこんな態度を取りますよとかこんなことを感じますよとか
何か見分ける方法があれば教えてくださいとのことでございます。なるほどですね。はい、まあいいんじゃないですかね、全然付き合っちゃってって僕は思うんですけど、どう思います？全然付き合っちゃって、あーえこれどういうこと、付き合っちゃってですか、まあ、要は、お断りして1年経って彼がまだ自分のことを好きかどうかっていうことを確認したいらしいんですけれども、まず僕ちょっとこの文面見てうんって思ったのは、なんで勝てるゲームしかやろうとしないんだろうなっていうふうにはちょっと思いました。そうそう、だって付き合っちゃえばって付き合えるか分かんなくないですか、これ。そうだって自分振ったくせにって思っちゃったんですよ、うんうんうん、だって向こうは振られるかもしれないなんか告白してきて、で振られたわけじゃないですか、うん、っていうダメージを負ってんのに、なんであなたはその勝てるゲームしかやろうとしないんだって、好きなら好きだって言っとかないと人間なんかすぐ死ぬんだから、その死ぬまでの間に、しかも人間の恋愛できる全盛期なんか20年ぐらいのもんですからね。え、マジで、マジ、そうそう、だって今だと、だって15歳から35歳ぐらいの間が全盛期だから、それ過ぎたらなかなかその都会引っかえって、よっぽどかっこいい人かわいい人以外難しくなっていくじゃないですか。俺最初にさ彼女できた22歳なの、ああ、で俺今年41なんだね。あと1年しか恋愛できない、終了です、やばい、終了、あと1年です。あと今年41が一番衝撃です。あーごめんなさい、こんなカラフルなのつけて、41なんですよ、41歳。え、俺マジ60ぐらいまで恋愛したかったのにな。いやだから日野翔平さんみたいな人とかできるかもしれないですけど、なかなかむずいじゃないですか。まあそうですね、実際問題その和コードみたいに恋愛するって年取ってくると、うんうんうん、っていう短い年月の中で思い切って告白してきてくれたのに、なんで尻込んでるんだろうみたいな疑問系もありますし、いい男じゃないですか、一回告白して、しかも気にならせた、好きにさせたっていい男なんだから、振られてもいいから自分が今度は好きにさせようっつって突っ込んでいくのって全然いいと思いますけど、あの未練がある人の見分け方を教えてくれって言ってたんですよ。いや、未練が、ね、未練があるかどうかを見ようとしてるのが未練がましい。いや、そういうこと？その根性が未練がましい。ああ、もうそんなものは見ないでいい。未練があるかどうかを確認して執着しようとするのなんかろくな性格じゃない。人の未練なんか気にしないで自分が思ったことを言うべきですよ。これは、俺はって思います。見分ける方法はじゃないってこと？見分ける方法はありますけれども、悪用しそうじゃないですか。悪用ができるんだ。いや、そりゃそうですよ。未練が、あ、こいつ私にめっちゃ未練あるじゃんって思ったら、どうとでもできちゃうんですよ。でもそれ、そっか。え、俺知りたい。僕は思いますけどね、だから未練があるかどうかっていうのは、それこそ LINE のやり取りとか、返事のスピードとかで見ることっていうのは、僕は可能だと思いますよ。でも、そこを確認してから、付き合うかどうかっていう告白をするっていうのはちょっと人間として情けなくないっていうふうに思っちゃうので、そこは考えないで言う告白しようよっていうふうに僕は思いましたけど、まあ、僕もこの意見がもう概ね賛成ではあるんですけど、はい、一応その星で言うと、はい、やっぱ恋愛の星、金星っていうのがあって、で、うん、なんか自分の星っていうのって、まあ、常に空に今動いてる星との兼ね合いで、うん、まあ、その人が今調子いいか悪いかっていうのが分かるんですね、うん、はい、例えば今は木星っていう星が、これが収録さ、これが流れてる時多分まだ大牛座にいるんで、大牛、うん、座の人が、まあ、結構運がいいみたいな風に言われるんで、はい、だからホロスコープっていうのを出した時に、その人のやっぱ恋愛の星がどんなコンディションかですよね。そうですね、はい、なんかその恋愛の星が、例えばじゃあ彼のホロスコープ持ってたとして、で自分今の空の星と彼の恋愛の星がどうなのか、今この人めっちゃモテてるなのか、恋愛に対してめっちゃ自信がないのかっていうところが星の角度で分かるんで、それで未練があるないはもしかしたら分かるかもしれないですね。なるほど。もうこの人今超ビッカビカで恋愛超モテまくってるとかだったら、まあ未練はないかもしれないですね。そうか。なんかでも例えばちょっと過去に引っ張られる星とか、恋愛をなんかちょっと過剰にね、良くなくさせるような星、海王星っていう星が例えば、この彼の恋愛の星と角度が悪かったら、もしかしたら未練とか迷わせることができるみたいな、うん、コンディションはあるんです。じゃあその星、彼の星を見てほしい場合はマスカツさんの元に、まあ僕の元でも西洋占星術でもいいですし、はい、ただ俺が一番恐ろしいのがこの方の生年月日で見た時に、うん、この人が今むちゃくちゃ恋愛に自信がない時期なんですよ。あら、そうなんですか。そうだから未練があるかないかが気になってる時っていうのは、うん、その彼が未練があるかどうか気になってる特徴よりも、未練があるかどうか気になっている自分の特徴だったらもっと分かる。こっ
この人は今めっちゃ恋愛に自信がないんです。金星っていう星と土星っていう星がぴったり重なってるんです、はい、今の時期、うん、この時期に。そうするとこの人はもう恋愛よりも結婚をしたいみたいな、恋愛をやめたいか、めっちゃ恋愛に自信がない時期なんで、未練っていうものをもし相手があるかどうか気になったら、まず自分確認した方がいいかもしれないです。なるほど。だって一回振ってんだからこの人で、多分ね、そうそうそう、振ってる時この人ね、あのモテ期だったんですよ。うーわ、星で見るとね、やば。だからイケイケな時の自分と、やっぱ ね、 だって相手のことより自分のことが一番分かるじゃないですか、はい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 、相手の体調どうかなより自分の体調の方が絶対分かるから、ね、この未練があるかどうかっていうのを分かるのは相手のホロスコープを見ることなんですけど、未練があるか気にしちゃってる時はまず自分見た方がいいですね。モテ期だったから下手したらこの人だけじゃなくて何人かから告白とかされて、あ、今私モテ期じゃんって余裕ぶってたけど、それが落ち着いた時に、あれ、あの人もしかしたらすごい素敵だったかもって今なっちゃったんですよ。だって僕何人もね占いしますけど、お客様でめちゃくちゃ綺麗で、40代前半みたいな方、あ、私なんか結婚っていつだったんですか、いつ、あ、私いつ結婚できるんですかって言うと、大概ね結婚の時期ってまあ前だったりするんですよ。で必ずそれ、例えば2015年ですよとか言うと、やっぱりかって言うんですよ。だからその時にもっといい球来るって思っちゃってたんですよ、ね、高望みすぎちゃったんですね。 その時が結婚のいい時期、恋愛のいい時期だったけどっていうのがあるんで、まあね、ちゃんと選ぶのも大事ですけど、選びすぎると良くないってことなんですね。 それが自分の中での恋愛の星がどんなコンディションかで、これはものすごい振ったらホームラン打てるぞっていうのが分かるかどうかが、やっぱり結構ね占いで分かったりするんで、あー、おもろ。そこはちょっとね、ぜひ占いを有効活用していただきたいですよ。そうですね、はい、今の本当にそうですね。そうでしょ、はい、だから面白い、自分で勉強した人はこれとか読んだ方がいいと思う。そうですね、これ先生術入門、入門、はい、はい、で皆さん読んでください、こちら。いろんな人からこれが一番簡単です、これが一番読みやすかったですって言われて、おお、なんかそれバカが書いたみたいな本みたいなそれ見ね、いやいや、そんなことない。バカが書いた、面白かったですっていうことって不思議とあんまり聞かなくて、うん、簡単でしたとか読みやすかったですとか、あ、もうこうひらがなだけじゃないからね、これ漢字もあるからいやいや、だからいろんなマスの読者さんに読みやすく作ってるってことですよね。そうだったらいいけどね、占い好きの人だけじゃなくて、そう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 、ぜひぜひこちらの方も買ってみてください、はい、ということでね、やっぱ面白いですね、霊視と占いの観点を合わせてみるっていうのは。う、ね、ということで最後にその観点も合わせた上で、新しくモバイルサイトの中で、占いを、サイトとして作らせてもらいました、マスカさん、そして相方の近所めくるくんと、守護霊が見えるヤスさん、そして天狗の横山みるさん、5人のそれぞれの占いをガチャッとしたモバイルサイトが、生まれましたので、こちら無料で遊べるところもありますのでね、はい、今日はじゃあ西洋先生術にしようかな、今日は守護霊にしようかな、今日は霊視にしてみようかなとか、その日の気分で占い方変えられたりとかもできますので、めちゃくちゃいいですね、はい、毎日ぜひぜひちょっと遊んでみてください、はい、無料の部分結構あるらしいのでね、はい、ぜひぜひ概要欄にリンクが貼ってありますので飛んでみてください。あとまたマスカさんのチャンネルにも僕出させていただいております、はい、そちらでもですね、マスカさんに来た、まあ、西洋占星術のお悩みっていうのを、まあ、霊視的な目線で僕も答えさせてもらったりとか、はい、しておりますので、そこも見てください、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、これを機にマスカさんのチャンネルがもう10万人、いや、はっきり言ってね、こっちの動画の方が俺は気合を入れたね自分の動画はちょっと、いや、ほんと、まあ、でもだからそれはもう見るから、もともとの人は、はい、マスカさん、爪痕はもう早友のチャンネルに残そうと思う。声の張りがライブの張りになってくれましたもんね。そうですね、こっちのチャンネルだけ、自分のチャンネルの時は、あの、大したこと言ってませんいや、そんなことない、そんなことないです、面白いですから、ぜひそっちも見てください。はい、ありがとうございます、はい、ということでマスカさん、今日ありがとうございました。ありがとうございました。